父、えー、さん、5月31日21時からのズーム株対談。これ楽しみですね。で、そこに至るまでに色々とね、やりとりしたいなと思ってます。動画も送っていただきましたけども、私の方からもね、改めて株のメリットとデメリットについてちょっとお話していこうと思うんですよ。で、よく言われることですけども、株のメリット3つ、株のデメリット3つにまとめるとするとね、まず株のメリットってのは、 情報が手に入りややすすくてて取引ししいいっううところはあるでしょうねその昔に比べてだいぶ手軽になったかなとパソコンやスマホでかぶってやり取りできますからね昔はね証券会社の画面をバーンというのを見て中にはねその証券会社のいろんな動きっていうのを記憶する方もいたりとかねこうやって指でいろんな記号を出したりとかっていうのがありましてとてもじゃないけども専門家だなと思いましたけども今はね普通の人何な,なら学生でもできちゃうってところが いいとこかなと。サラリーマンさんにうってつけのお稼ぎ方、副業の仕方、それを株に選ぶ方がいるのも、まあ納得できることだと思います。二つ目、やっぱり働かずに資産が増やせる、お金が増やせるところも魅力ですよね。通常お金を増やそうと思ったら、働く。体力を使って、時間を使ってってことになりますけども、でもお金持ちって働いてないわけですよね。そのお金持ちがお金を莫大稼ぐ方法を少し借りてきて、 サラリーマンたる我々がちょっと使ってみるということで自分の資産10万がいつの間にか11万になってるとかねいつの間にか13万になってるみたいなそして大体株って長期で寝かしとけばほとんど値上がりするんですよねうんやっぱり人口が増えてますし需要が増えてますから、うん、そういったことを考えたら全体的には値上がりしていくんだろうなってところなんですよただどこからどこまでの期間で勝負するかによっては瞬間的な値下がりで 資産を減らした状態で退場ってこともありますので、そこはちゃんと学んでいかないといけないかなっていうところですね。メリット二つ目でした。メリットの三つ目なんですけども、やっぱりね、株を買うことによって、それがたとえ一株であっても、その会社のオーナーになれるっていう喜びありますよね。まあ、会社によっては優待券が送られてきたりとか、いろんな特典があったりする。まあ、これがね、なかなかね、株をやってない人には見られないところだと思いますね。じゃあ逆にデメリット三つ、どんなものがあるかなってことを考えてみると、 やっっぱりね損をすするる可能性があるっていうことなんですよさっき10万円がいつの間にか11万円になるっていうふうに言いましたけどもこれはね誰かも誰かが11万じゃないや10万を9万につまりなんかどっかで外債を送ってるってことなんですよね。ですんでこのマーケットっていうのは誰かが得すれば誰かが損するっていうエネルギー質量の法則エネルギー質量保存の法則がやっぱりかかってきますんで絶対得するってことじゃないんですよね。 そこはやっぱり忘れちゃいけないことかなと。じゃあどういう時に損するかっていうのは学習をしてればいいんじゃないかなっていうところになります。デメリットの2つ目なんですけども、やっぱリスクは大きいですね。リスクはね。うん。その大きさっていうのは限定的にできるわけなんですけども、でも学ぶことによってこのリスクも減らすことができるんですよね。そのためにまあ株スクールみたいなのがあると思いますけども。で3つ目なんですけども、取引時間が限定されちゃいます。 基本的には取引できる時間っていうのが決まってて、FX と違うのはそういうところでしょうね。まあ FX も土日は取引ではませんので、まあ一長一短ってところだと思いますけど、うん。だから株ってあれですよね。平日の日中、サラリーマンしてるとなかなか動かせませんからね。その辺もどうやってそういう状況の中で稼いでいくか、株スクールで学んでいければなというところでございます。さあそれではですね、ちょっとね、メモを見ながらになりますけども、株っていうのは、 そのメリットはその収入以外にも多いということなんでね書かれています例えば譲渡、えー、益配当株主優待この3つが多分株のメリットの代表格なんじゃないかなと思うんですよ。うんまあ譲渡益っていうのはね通常の株を買って株を売るっていうところで売買をしてるわけですから譲渡益ってものを狙ってやるものだと思います。2つ目のその配当っっっってててていいうのは株を持っていますよよことによって 配当金が得れるっていう仕組みでですすよよねこれは美味しい,ですよ、ね、いや私もね実はね小学生の頃うちの父が自社株買いをしてましてまだ勤め人だった頃ねうちの父がで株の配当ってのがなんか何百円とか入るわけですよでそれをピラッと私にくれてね小遣いだって言ってくれて私はそれを銀行に持って行って現金化するみたいな感じで小学生の私は銀行に行ってねこう小銭をもらっていたっていう覚えがありますよねだからあれが配当なのかと思いましたね まあ今ではうちの親父も会社を辞めて配当金はないわけですけどもね。はい。で、3つ目、株主優待。これもたまにね、お米券とかビール券とかっていうのがあったり、それからあんまり知られてないかもしれませんけども、金券ショップに行くと、こういった株主の優待券って売られてますよね。なんか、JR のグリーン席とか。あれもなかなか面白いですよ。優待券って、まあ、言ってみればタダでもらえるメリットですから、それを金券屋に行って現金してるっていうところで、 なんかね、たまに詐欺に使われたりしますけどね <laughs> うん株をすることによって見えてくるものって結構あるなぁと思うわけなんですよということで s ト x t o n e さんは株によってどんなねメリットがあるのかそしてデメリットがあるのかまた別の機会に教えていただければと思いますありがとうございましたえっ、ー、とゴッドファーザー